伊勢忠司教は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。室町幕府幕臣、後明智光秀の家臣。陽名は、熊千代。通称は与三郎。伊勢守。祖父は、伊勢貞隆、父は、伊勢貞義。兄弟に、定ため、阿古五局。伊勢流の夕食古実の探求者。武家古実の書として、伊勢帝京返答書を記述した。 伊勢氏は、元は、室町幕府の万所執事を務めた家柄であり、定陸の代には、山城氏後であったが、祖父の定高と父の定義が、永六六年に、三好氏との交渉に敗れ戦死して、以来、伊勢氏の力は、山城国内に、わずかな勢力を残すのみとなるまでに衰退していた。 提供は次男であったが兄が病心となったため伊勢氏の家督を継いだとされるが異説もある。吉輝が三好三人衆に撃たれた後の動向はあらわかではないが、兄の虎ま丸が三好三人衆が14代将軍に擁立した足利義秀に仕えて幕府国衆名簿を作成、提出している。ところが、ほどなく吉輝の弟である。 足利義明が織田信長と共に上洛して十五代将軍に任命されてしまう。義明は義秀に仕えた幕臣たちの責任を追求して解任しており、伊勢市における定ためから帝京への投資交代も義明による定ための追放による対応したものとする説もある。十五代将軍となった義明に、 国衆として使えた、提供は、元気2年11月1日になって、聖書役に任じられて、織田信長からも承認された。もっとも、実際には信長が、提供の弱年を理由に万ろに代わって、京都市中からの単線徴収を行っていること、先の祖父、父の戦死の際に、一族、家臣の多くを失い、さらに出事を補佐する、万所代の荷川親屋長も、 京都を離れていたことから、幼かった、提供が実際に、万所の執務を行う状況にはなく、京都市中の実際の統治は、信長とその家臣が、万所の業務を一時的に代行していたと、見られている。天正元年七月、義明と信長が敵対するようになると、義明の命で、三淵藤秀や日野照助、高倉久志将などの実金下衆と共に二条を、 守ったが、織田軍に城を囲まれると、三淵藤秀を一人残して8日に降伏して、退場した。義明が信長により、京都から追放され、ビンゴ国に下校すると、提供はこれに随行せず他の幕臣と一緒に、明智光秀に仕えた。義明の追放後、京都の支柱の統治は、明智光秀と村井貞勝が中心になって行われていたが、 次第に定勝の先人へと移行し、長年その任に当たっていた幕臣は、京都市中の統治から排除されることになった。これは義明が毛利氏を頼って、ンゴ国に落ち着いたことを知った幕臣の中には、京都を脱出して義明に合流する者がいて、人材不足に拍車をかけたことに加え、万所などで行われてきた、これまでの行政が昇援制などを前提にしたもので、 信長の方針と合致しなかったことなどが考えられる。一方、幕臣たちの所領の多くが丹波国など三秀の支配地に属しており、万所の機能や、それに伴う現役の復活が望めない以上は、三秀に仕えて幕府から与えられていた所領の安堵を求めることを重視する意識が、提供や他の幕臣の間にあったからと見られている。提供は若いが自由に優れ、 行政能力や武家古実に優れるなど軍事にも精通していたために、光秀の厚い信任を得た。一説には、光秀の娘婿となったとされている。明智光秀の配下として、丹波攻略や、その他の戦役に活躍し、明智家中では、斎藤俊三と並ぶ戦豪者として、名を馳せ重心としての地位を確立した。天正十年六月二日の本能寺の変の際、 提供は、貴下の二千の精鋭を率いて、信長の長男でその後継者である、織田信忠を二条城で攻め、自らも槍を振るって奮戦し大勝した。同年6月13日の昼頃から始まった、山崎の戦いでは、明智光秀軍と織田信長のとぶい合戦を挑む神戸信高の軍勢が、山崎の地で睨み合い、ついに火が傾き始めた頃、合戦が始まった。 信孝軍の中川清秀隊3500余に伊勢忠氏兄隊2000余が攻撃を開始したのが最初の激突であった。盛教な伊勢隊は兵数に勝る中川隊をひた押しし、信孝軍の高山重友隊などが中川隊を救援しようとしたが、これに明智方の斎藤都志隊が横槍を入れたために両軍入り乱れての乱戦となった。しかし、総兵力に劣る明智軍は、 敗れ、提供は、黒田義孝、橋場秀長隊の後方から奇襲を受け、戦死した。なお、伊勢市の家督は兄、丁ための子、抵抗が次、江戸幕府に仕え、大臣の旗本となって明治まで存続した。ありがとうございます。